どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、シンガポール航空とシルクエア統合についてね、解説していきたいというふうに思います。統合したからね、何なんだって思ってる方もね、中にはいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、シンガポール航空っていうのは ANA とね、同じスターアライアンスにね、加盟しているっていうふうになっておりまして、またですね、シルクエアっていうのはですね、アライアンスにね、加盟していない航空会社っていうふうになってるんですよね。ですのでシルクエアに関しては ANA マイルをね、買った特典航空券で発券することができなかったわけなんですけども、今回ねシンガポール航空と統合されるということで、今後ですね ANA マイルの特典航空券でシルクエアがですね就航している路線もですね発券することができるっていった感じになるんですよね。でですね、2021年1月現在ですね、今はねこんな世の中ということで、他社マイルですね、シンガポール航空の特典航空券っていうのは発券することができないわけなんですけども、こんな感じに、ね、なる前まではですね、発券できるねクラスというのは限られているわけなんですけども、 ANA マイルを使った特典航空券でね発券することができたんですよね。でですね、今回統合されるということで ANA マイルを使ったね特典航空券も発券することができますし、またですねステータス特典なんかも利用することができるようになるんですよね。これを聞いたらですね、少しはおーって思わないですかね。私はこのニュースを聞いてね、かなりあ、もしかしてみたいな感じでね思ったわけなんですけども、今回のね発表された詳細をね見ていくとですね、2021年の1月28日にですね、シンガポール航空がこのようにねツイートしてるんですよね。こちらね、シンガポール航空の公式アカウントのツイートなんですけども、こちらをですね Google 翻訳で訳すとですね、ちょっと読み上げちゃいますね。30年以上にわたりシルクエアは全ての旅を喜ぶ旅にしています。シルクエアはシンガポール航空として旅を続けているので、どんな短い旅でも世界クラスのサービスを保証することができますということで、シンガポール航空とですねシルクエアの統合がですね実施されるっていった形になったんですよね。でですね、2018年ぐらいだったと思うんですけども、シルクエアとシンガポール航空ね統合されるっていうのはね発表されてたわけなんですけども、統合自体が実施されるっていう感じになったんですよね。でですね、シルクエアについてなんですけども、こちらねシンガポール航空のねホームページの一文なんですけども、シルクエアはアジア16カ国48都市に運航するシンガポール航空のグループ会社地域運航会社ですということで、短距離中距離専門でですねアジア16カ国48都市をね運航しているっていう風になってるんですよね。結構ね運航されてるって思った方もねいらっしゃるかなという風に思うわけなんですけども、で日本はって思う方もねいらっしゃるかと思うんですけども、2021年1月現在ですね、広島シンガポールっていう路線があるんですけども、こちらねシルクエアがね運行しているわけなんですよね。ですけども、まあこんな世の中になっておりますんで、今はね完全運休っていった形になっております。でですね、次に就航路線なんですけども、こちらねシンガポール航空のホームページなんですけども、こちらね見ていただくと黒と黄色と緑色のね丸ポチがねあると思うんですけども、こちらですね黒い丸がですねシンガポール航空が就航している都市っていう風になっておりまして、黄色がですねスクートがね就航している都市っていう風になっておりまして、緑色がですねシルクエアがですね就航している都市っていった形になっております。やはりねこうやって見るとですね、アジア16カ国48都市ということで、かなりね就航しているのがね見れるかなという風に思っております。でですね、こちらがシルクエアとですねポートシア便のね一覧になっているわけなんですけども、こんな感じになっておりまして、聞いたことある都市であったりですね、プーケットやセブとかね、デンパサール、こちらバリ島ですね、行ったことある方もね結構いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、こんな感じでね就航しているっていった形になってるんですよね。またですね、シンガポール航空のニュースリリースっていうところにはですね、こちらもねちょっと読み上げちゃいますけども、シンガポール航空は2021年3月4日からプーケットへのフライトでボーイング737
800航空機を運航し、シルクエアと親運航会社統合の一環として SIA グループプレミアムネットワーク全体で製品とサービスの一貫性を高めますということで、2021年3月4日からですね、シンガポールからプーケットの路線がですね、こちらもねシルクエアではなくてシンガポール航空でね運航されるっていう風になってるんですよね。でですね、実際ねちょっとねシンガポール航空のホームページでね検索してみたわけなんですけども、こちらね3月11日のシンガポールからねプーケット行きのね路線なんですけども、こちらねもうねシンガポール航空ですね記載がされているっていった形になってるんですよね。で機材もですねボーイング 737-800 がね記載されているっていった形になってるんですよね。こちらねシルクエアのボーイング 737-800 なんですけども、こちらがねシンガポール航空のね塗装になってね運航されるのかなというふうに思っております。こちらはシルクエアのね機材というふうになりますので、まあ、内装がねどうなるのかっていうのはね結構気になるかなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねシンガポール航空とシルクエアの統合についてね解説させていただいたわけなんですけども、 ANA マイルを使った特典航空券の路線が増えるっていうのはですねかなりありがたいっていった感じになりますよね。まあ今まではですねシンガポールからプーケットっていう路線はですねスターアライアンスが直行便がね出てなかったわけなんですけども、今後ですねこちらが直行便がね行けるようになるっていった感じになるんですよね。またですね行きは直行便みたいな感じで帰りはねバンコク経由で帰ってくるみたいなね、そんな感じの経由便もですね今後ね楽しめるのではないのかなというふうに思っておりますので、 ANA 前にね貯められている方はですねこちらもね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。ちょっとね世の中がこんな感じで、まあ、国際線の話っていうのはですねなかなか今聞いてもっていうところがねあるかなというふうに思うわけなんですけども、またね海外に行けるようになった時にですねこんな感じでね利用してみていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルットモバイルホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。